大谷翔平結婚29日に大谷選手が日本人の女性と結婚したと発表されましたおめでとうございます、まあ、こちら日本語の文章は固めない印象を受けますが画面右側の英語の文章は柔らかい表現が使われておりますけどもこの大谷選手の愛犬のデコピンもですね登場しており かわいい写真だなと感じますが、2月29日というウルービの結婚となりましたので、まあ、結婚記念日がですね、4年に1回到来することになりますけども、まあ、多分1日ずらしてですね、毎年28日にでもお祝いするのかなと思われますが、お二人ともお幸せになってください。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。